皆さんこんにちは、ピアニストの住野隼人です。 YouTube ではカティンという名前でも活動しています。ニューヨークに住んでいるんですけれども、いろいろと世界をコンサートで回らせてもらうことも多いので、必ず持っていくバッグの中身を紹介したいなと思います。このスーツケースはですね、グローブトロッターというイギリスのブランドのスーツケースで、コロナが明け初めて、明けてないけど2021年ぐらいに海外に久しぶりに行くときに、おすすめしてもらってて、そこから2年半ぐらいですね、愛用しております。もうどこに行くにもこのスーツケースと一緒なので、一番自分に近い持ち物かもしれないですね。まずは iPad ですね。 iPad は、もうこれは本当に必需品で、楽譜を見るときはもう最近はほとんど iPad ですね。まあ、ここで書き込んだり、でこれが踏めくりペダルとして機能するんですが、まあ、練習するときなんかはこれを足元に置いて、で楽譜を足でめくりながら練習するっていうのを、まあ、どこの旅先でもやりますので、あとはノートブックとしても使うこともありますけれども、もう一つ必需品は MacBook ですね。16インチの、まあ、少々持ち運ぶには大きいサイズなんですが、まあ、画面が大きい方が作業がしやすいの でこれとこれに、例えばこれも必需品なんですが、持ち運び可能なキーボードをつなげたりして、これで作曲したり楽譜を作ったり、まあ、これで練習にはならないですけど、まあ、細かな確認をピアノがない時にしたい時とか、ピアノが難しいのはやっぱり持ち運びができないということなので、小さい鍵盤はそういう時に便利でございますね。手袋とカイロですね。まあ、何よりもやっぱり手を温めなければいけないので、コンサートの前というのは、なので手袋とカイロというのは必須ですね。特にカイロというのは海外にあまり売ってないので、日本から持っていかないといけないですね。これは毎日使います。カイロのブランドにこだわりはありません。これハンドクリームですね。どこかでいただいたやつです。フランス語が書いてあるので、多分フランスでもらったんじゃないかと思います。ハンドクリームは結構使いますね。乾燥、手が乾燥するので、乾燥から手を守るという意味で、これプラス手袋とカイロと手は命ですね。これはポール・スミスの財布というかカード入れですかね。もうほとんど現金は使わないので、カードぐらいしか入ってないんですが、1ヶ月前まで長財布があったんですけど、パリで捨てられて今はこれしかありません。2回目ですかね。どっちもパリなんですね。パリの水の方本当にレベルが高いので、すごい素晴らしいですよ。もう どんな人も盗まれてるんで、はい、でそこに入っているのがエアタグですね。これはここにも入っていますし、スーツケースにも入っていますし、そしてここにも、これはパスポートですね。パスポートと国際免許が入ってますが、物をすぐなくすのでエアタグは必須ですね。海外で運転することはたまにありますね。アメリカでなんかちょっと遠出するときとか、だいたい都市間の移動は電車とか飛行機とかが多いですけれども、たまに使います。ケースが綺麗じゃないですね。アイマスクですね。こうすると移動中でも非常に質の高い睡眠が得られるんですね。これはだから移動が多い人にとっては必須ですね。寝ることが何よりも大事ですので、いい演奏するには。デザインはこれなんかいただいたんですけども、すごい可愛いなと思って使ってますね。ノート、まあ、iPad で書くときもあるんですけど、なんか物理的に紙に書きたくなるときもあるので、こういうところに
描いたりしてますね。モンドリアンのデザインなんですけど、あのニューヨークのモマっていう美術館がありまして、そこで買ったんですが、モンドリアンのデザインが僕はすごい好きで、これを結構使ってます。でこの辺は必需品というよりは、今持ち歩いてるやつっていう感じなんですが、どっちから行こうか。これはボレロのラベルのボレロという作品のスコアですね。まあ、演奏をするので、その編曲を考えるときにこれで見ながらやっているというような作業をするわけですね。これは音楽情報ノーという、知り合いにお勧めされて買ったんですけど、こうノーと音楽の関係というか、なぜ人は音楽に感動するのかとか、まあ、いろんなこう興味深いことが書かれていて面白いですね。そして iPhone、まあ、それはそうですって感じですね。iPhone と AirPods Max、 これが AirPods Pro で、まあ、これは移動が多いので移動するときにはほぼ音楽を聴いておりますね。で、まあ、短い移動のときとかはこっちで聴いて、飛行機移動のときとかはこれで、時間が長いのでこれで聴くことが多いんですけれども、まあ、例えば最近 Apple Music Classical というアプリをよく使っているんですけれども、これで何かの音源を選んで空間音量にしてこれで聞くと、すごいもうどこでも臨場感がある音が、音楽が聞けるので、これは長い旅にこう面白さを与えてくれる存在ですね。はい、以上になりました。そんな感じでいろいろと紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあなんか面白かったかどうかよく分かりませんが、何かの参考になればと思います。まあ、2024年もたくさん日本でもそして世界でもいろいろコンサートがありますので、頑張っていけたらなと思います。そしてどこかでお会いできたら嬉しいです。それではありがとうございました。